皆さんこんにちは、まいです。今日はオートミールを使ってすごく簡単に作れて美味しいオートミール焼きおにぎりを3種類作っていきたいと思います。オートミールをお米のようにするにはレンジで簡単に作れて本当にオートミール感がなくなるので、今までオートミールはちょっと苦手だなと思っていた方でも美味しく食べれるかと思いますので、ぜひ作ってみてください。今日作る焼きおにぎりは、暑くなってきて食欲がないけどでもなんか食べなきゃなっていう時や、暑いしキッチンに立つ時間を少しでも短くしたいって思うこれからの季節にぴったりだと思います。それにおにぎりにするだけで食欲ってアップしませんか？ラップして冷凍保存もできるので作り置きもいいと思います。オートミールは水分で膨れて腹持ちが良くてダイエットに最適ですので、皆さんもぜひぜひ作ってみてください。それでは調理を開始していきます。こちらが材料です。スクリーンショットを撮っておくと便利だと思います。
美味しい。これ本当にお米ですよ。オートミール感がないです。お豆腐を水切りするのを少しサボったんでちょっと緩いんですけど、まあそんなに大差ないと思うので、ちょっと焼きにくかったですね。ただうん、2分の1残ってるんで。スタンダードおにぎりをインで、ここに残りのお吸い物、じゃん、二度楽しめる。いただきます。美味しくないはずがない。あー、美味しかった。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。何かわからないことや作った感想などぜひコメント欄に書いてください。それではまた次の動画で。I can't see it all in his weathered eyes, full of strength.